長野県の南に位置する南信州は、夏になるとあちらこちらで人形劇が上演される日本一の人形劇の街。ということで、パネルシアター風大型絵本でこの南信州をご紹介します。日本で3番目に大きい面積を誇る長野県は、ちょうど日本の真ん中に位置しています。移住ランキング第1位、自然豊かな移住者が憧れる県の一つです。その長野県の中でも南信州と呼ばれる地域はどの辺かというと、こちら長野県の南の端の14市町村で成り立っています。長野県は3つのアルプスがそびえ立つ日本の屋根とも言われる場所。北アルプス、中央アルプス、南アルプス。特に南信州は2つのアルプスに挟まれているので、台風がビューンと来ても山に阻まれ避けていく、影響が比較的少ない地域です。日本一の秘境駅列車とも言われる飯田線。のんびりゆったりした旅を楽しめ、車窓から眺める景色は最高です。でも電車のスピードはこんな感じ。時間はすっごくかかるのです。多くの人は高速道路を使います。都会からのアクセスは高速バスか車、東京からだと4時間ほど、名古屋からだと2時間半、大阪からは4時間。でも長野県の新たな玄関口となるリニア中央新幹線の駅がこの南信州の飯田市にできるため、開通するとビューン、なんと45分で東京から到着、名古屋からは25分、とっても便利になります。長野の移住で一番気になるのは雪。一年の中で一番雪が降る12月から3月までの降雪日数と積雪量を見てみましょう。北の長野市、中央の松本市、南の飯田市を比較しました。ここ3年間の平均で見てみると、12月から3月までの雪が降った日数は こちらはそれほど大きな差がないことがわかります。積雪量はといいますと、北に行くほど雪が多く、南信州がいかに雪が積もらないかがわかります。雪は降るけれど積もるほどの雪ではない。雪はそこそこ降るので雪の情緒は味わえるけれど、それほど積もらないので雪かきや車の運転などの雪の煩わしさは比較的感じなくて済む。とっても過ごしやすい地域であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。長野県の中でもとっても過ごしやすい南信州、古い文化が息づき、果物野菜が豊富に取れ、面白い食文化もいっぱい、あったかい言葉と人柄にも定評があります。南信州へおいでなんしょ。